勝ち抜いた6チームをご紹介いたします。ファイナルでの演舞順は後ほど抽選にて決定いたしますが、ここでは予選大会で踊っていただいた順番にお呼びしたいと思います。それでは第15回カミスぶっちゃけ祭りよさこい大会ファイナル進出1チーム目は若けやきの皆さんです。ステージへどうぞ。ステージへは代表の方に上がっていただいております。続きまして2チーム目はせいやの皆さんです。続きまして3チーム目はカブトの皆さんです。続きまして4チーム目はレダ・マイカグラの皆さんです。続きまして5チーム目はみやび組の皆さんです。そして最後6チーム目はわっかの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。以上6チームの皆さんによりファイナルステージ戦っていただきたいと思います。そしてこの6チームの中から今年のカミスぶっちゃけ大賞が決定いたします。もう副賞もねご用意しておりますので皆さん頑張ってください。それではまず大会の前にファイナルに進出したチームの演舞順を決める抽選を行いたいと思います。それでは早速抽選に参りたいと思いますのでスタッフの方よろしくお願いいたします。この抽選会では各チームの代表者の皆さんにくじを引いてもらいまして、そこに書かれている数字によって演舞順を決定いたします。この演舞順もねもしかしたら審査に大きく影響するかもしれませんので、代表の皆さん頑張ってください。それでは皆さんステージ中央へ集まっていただきまして、一緒にくじをね引いていただきたいと思います。それではちょうど前にどうぞお進みください。このくじには番号が書いてございます。さあいいですか、持ってくださいね。どれを選ぶか譲り合ってますねはい、選んでください。決まりましたかね、それぞれのくじが。お、決まったみたいです。決まりました、はい、はい。それでは一斉に引いてください。よいしょ、番号が書いてあります。番号を確認してください。そしてくじに書かれている番号順にステージ上手側からですね、司会者の方からこちら側から順番に並び直していただきたいと思います。1番を引かれたチームの皆さんどうぞこちらに。1番こちら側に来てください。1番のチームからどうぞ順番に。6番の方が1番向こう側に。そうですね、はい。1番、あんまりこう移動がなかったような印象ですけれども、はい、あ皆さん、はい、前で掲げていただけますか、番号ね、はいさあこの演舞順がどのようにね、審査に影響するのでしょうか。それでは抽選結果を発表したいと思います。1番を引いたチームの代表者の方はステージ中央へ進み、チーム名と意気込みをお願いいたします。前ありますか。持ってます、よかったです、はい、ではチーム名と意気込みをお願いします、はい、
会場の皆様こんばんは、札幌、関東、名古屋で活動しております輪っかでございます。神栖ぶっちゃけ祭り初参加にもかかわらずこのようなファイナルの、場で演舞させていただくことができて大変光栄です。チームのみんなは今すぐ演舞の準備をぜひお願いします。楽しいライブをお届けできるように精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして2番を引いたチームの方、同じくチームメイト意気込みをお願いいたします。はい、栃木県鹿沼市から参りましたせいやです。受賞チームとして恥じない演舞をしたいと思いますので、叫べ日光、ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張ってください。続きまして3番を引いたチームの方、同じくチーム名と意気込みをお願いいたします。埼玉県朝霞市より参りました兜です。最前列のお客さんから山の向こうの皆さんにまで感動を届けられるような演舞しますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして4番を引いたチームの方、チーム名と意気込みをお願いします。はい、千葉県船橋市から参りました枝舞神楽と申します。この会場にいる皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、我々も全力で楽しませられるように盛り上げますので、どうぞ、ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。続きまして5番この方、はい、チーム名と意気込みをお願いいたします。皆さんこんばんは。茨城県常陸大宮市に参りました宮城組と申します。去年に引き続きファイナルステージ進出させていただいて誠にありがとうございます。この昨夜ソーラン、北海道のソーランに負けないようなメンツの中踊らせていただくこと大変恐縮です。ただ一切負ける気はございませんので精一杯演舞いたします。ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後6番を引いたチームの方、チームメイト意気込みをお願いいたします。埼玉県朝霞市から参りました若木明と申します。今年初参加ですが、このような素晴らしいステージで演舞できることに非常に、ワクワクしております。皆様の魂に響く演舞を披露しますので、最後までご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、この6チームの皆さんにより演舞をしていただきまして、審査の結果見事大賞を受賞したチームの皆さんには優勝演舞を最後に披露していただきたいと思います。これにて第15回神栖ぶっちゃけ祭りよさこい大会の抽選会を終わります。踊り子の皆さんは準備をお願いいたします。